米国女子ツアーで共に1年生として戦う渋野ひな子と古江彩香。ルーキーイヤーですでに来期のシード権を確定させている二人。古江はスコットランドのナショナルオープンですでに米ツアー初優勝を果たし。渋野はメジャー大会で3位。4位という成績を残してきた。今週の米国女子ツアーは韓国でアジアシリーズの一戦が行われる。渋野は出場するが、古江は 国内で連覇を狙う戦いに挑んでいる。渋野はカリフォルニアで開催された L パーフェクトグレード A メディヒール選手権で2ヶ月ぶりのトップ10となる8位タイに入り、1週間のオープンウィークを挟んで韓国へと飛んだ。一方の古江は8月末からの北米7連戦を終えて、先週から国内ツアーに参戦、所属先大会の富士通レディースで連覇を果たし、今週も ディフェンディングチャンピオンとして国内ツアーに挑む。共に忙しいシーズンを送ってきたが、渋野は、米ツアーに10試合、国内1試合に出場。古江は、米ツアー24試合と国内2試合に参戦してきた。その中で、渋野は古江のことを、得った。強えあの子のメンタリティは、ほんまに勉強になりますと舌をまく。米ツアーは、国内と比べ物にならないほどの移動を強いられる。国内であれば、 遠くても数時間のフライトで済むし、宅配便の普及で荷物の運びも不安なし、もちろん日本語での会話に不自由はなく、気持ちの面でも苦労は少ない。それが米ツアーなら国内でも最長6時間のフライト、次戦の会場まで5時間のドライブといった移動もよくあること、言葉や食事の面でストレスを感じることだってあるはずだ。そんな中で戦う震えは、ほとんど休むことなく、 一年目のシーズンを駆け抜けてきた。古江は今季プレイしたラウンド数でツアーに、1月にシーズンをスタートさせ、出場権がある試合はほぼ休みなくプレーをしてきた。そんな古江のタフさには渋野もンタ、あれだけ連戦でやって、それで帰って、勝つってと、北米7連戦から日本に戻り、すぐに富士通レディースで勝利したことは驚き以外の何者でもない。渋野は、 年齢を重ねると疲れが取れにくいというかと、来月24歳になる自身の体力面を引き合いに出すが、精神面で負担の大きいメジャー大会で結果を残すなど、震えとは違った強さも見せてきた。そして、支部の自身も北米6連戦。一週明けて、今週から日米合わせて5連戦に挑むタフなシーズン終盤を迎えることになる。初年度にしては、シードも取れて良かったけど、ゴルフの内容は、 全く成長していない。それでもトップ10に入れたのでと。今季、ここまでの成績は自己採点で60点。3年前の全員優勝という栄光。自分の中でクリアにして挑んだルーキーシーズン。フィナーレまでは、もう一踏ん張りが必要だ。畑岡奈社という日本のエースに加え、全米女子オープンを制した佐藤ゆか。そして、古江都志布という最強夫人のベイツアー日本勢。古江のタフさももちろんだが、 レイツアーという険しい場で奮闘する全員の頑張りが日本の女子ゴルフの人気を支えている。この記事についてネット上では様々な声が上がっています。韓国の試合は予選落ちがないので4日間頑張ってほしい。先週樋口さんが鈴木愛さんのパッドが入らなかったのは入る場所に乗っていなかったからと言っていましたが渋野さんも早くそのことに気づいてほしい。 ウェッチ4本の目的もそれだったはずです。日本でやる2試合のうちどちらか分かってほしいが、できれば TO2 はマサルさんに譲ってあげてください。畑岡、渋野、勝ちの順で勝つのが私的にはベストです。渋野選手はいい時とは良い時の差が大きい印象で、そこにまだ課題が色々とありそう。でも乗って爆発したらすごいのでメジャーに正目待ってます。古江選手は いつも安定感抜群だが、あとはメジャー大会でも目立った成績を上げる日が早く来てほしい。実力は十分あるはず。性格がいいとは違う感じですね。単に自信のない人が他人の好結果を褒めている心理、言動のように感じます。1日でも早く自信の持てるプレーができることを祈ります。古江選手、素人から見てもすごいですが、同じプロの支部の選手からもそう見えるんですね。 渋野選手も、古江選手は、もちろん、他のプロ選手から強いエース声え馬へと思われる選手になれるよう頑張ってください。古江選手は、新人として当たり前の態度であり、スポンサーに対する感謝の気持ちが、疲れていても顔にも口にも出さないということなんでしょう。一流の証ですね。間接的かもしれないが、海外で活躍できる選手の出現は、国内 JL パーフェクトグレード A 選手たち、 の活況につながっている、とうも。レイツアーに参戦している日本人選手の皆さんは、ライバル心を持ちながらもお互いをリスペクトし合って活躍していってほしいと思ってます。渋野は明るい兆しが見えたり消えたり、まだまだ不安定なラウンドが続いてるな。甲府調の波を小さくすることで4日間通してまとまったスコアが出れば優勝が見えてくるんだけどな。来季シードを確保したんだから、思いっきりやるだけだろ。 人のこと強ええ、とか言うとる場合か、あんたが強ええ、って言われなあかんだろうが、俺はお茶の間評論家やないから、プロに向かって偉そうにああだこうだ難しいことよう言わんけど、今のラームスイングで強い気持ち持って継続してやってりゃ結果は伴ってくるよ。頑張れ 11365NAS へ。あんまり仲良さそうには見えないが、震えの強さを認めたふさを褒める。なかなかできることではない。